つうの。困ったな。お兄さん。じゃあ。そう。神王が決する日にまた一日近づく。おやすみ。神王が決する日にまた一日近づく。虫の大群に追い回される夢見ちゃ。灰ザメが、あと今日は起きてるか。たった今。待って、今も縛られて、とにかく。ストロール。おい、無事か。確か。うわ、貴様。うわ、なんだ。さそうだ、そいつが脅かすから。いくら聞いてもわけがわからない。あんたわかる？興味ない。ともかく。お前ニューラス。昨夜奇妙な音を聞き、住民の失踪と関係があれば。藍染めは霧が濃くて子供のく夜半過ぎだ。なら。だが万平曰く出てない。じゃあまさか犯人は。街の中に。そういうことに。こうなるとは。全部ぶつけるべきだ。早まるな。賞金をかけた相手のところへ行くんだぞ。真犯人はおそらく、ね、お主らの言った通り現実と。はい。とにかくバードンたちに。おお、これは。どうした。別に、捕まえてきたことに驚いてるだけさ。ありがとう。あなた方に頼んで正解だった。その前に一つ聞きたい。お、隊員が直に姿を見たからか。モリス、話してやれ。人さらいが起き、大体この辺でユージフの悪党なんて。ん？ちょっと待て。ああ、妙だよな。手は、犯人はこいつだ。おかしいな。本当なのか。隊長、隊門番の兵の証言。警備隊よバカ。いいだろう。何です。あ、いえ。今のは聞こえたか。いや、な、そういうこと。ハイザメ探すんだ。やダメだ、どこにもいない。何か感づいた様子。この件、バードンは嘘の目撃証言でハイザメに罪を。あの森。どうだろうな。ニューラスの酔い。少しはまともに喋れ。おかげさんで。みじゃあ、くっそ、藍染めの話。ちょうど
灰ザメを見る。この世のもんじゃねえ。武器、子供の頃の俺に震えが止まんなくなる。どうど仮に。確かに。とりあえず領主の古城についていろいろ探って。どうする？